皆さんこんにちは、 B レジェンドのダンです。今回は2年目で訪れるトレーニングをしているのに成長を感じなくなる時期についてお話ししていきたいと思います。ビレジェナの公式 LINE でお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は友達登録お願いいたします。2年目でどうしてもぶつかってしまう成長のストップについてお話ししていきたいんですけども、まあ成長ストップしているような感覚を感じる時期ですね。だいたいこれ2年目になってから感じる人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。私自身もトレーニングを始めて2年目、毎日トレーニングしてるのになんでこんなに変わらんねやってぐらいやっぱり変わらなかったりするんですけど、実際これっていうのはまあ自分が鏡を見た時の見た目だったりとか、僕の中では体重を見て判断をしていました。まあ実際じゃあそれが停滞してるのかどうかっていうところなんですけども、結論から言うとこれは停滞しているわけではないというのが回答になります。なのでそこで停滞してるんじゃないか、やっても無駄なんやったらもうやめようかなって悩んでるような方がいるのであれば、全然停滞じゃないので安心していただいたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ここを乗り越えたその先にまたさらに体が変わっていく感覚っていうのも感じれるんですけども、まあ実際じゃあなんで停滞してるように感じるのかっていうお話なんですけど、トレーニングを始めると1年目がやってきますよね。この1年目っていうのはすごい成長できる期間なんですよ。ゼロからスタートするんで、まあ、トレーニングをしてある程度の筋肉量までは成長できるようになってるんですよね。まあその中で1年目っていうのは一番筋肉が増える時期と言われていまして、ライル・マクドナルドモデルというものがございまして、1年目、2年目、3年目、4年目とどれだけ筋肉量が増えるのかっていうようなデータになるんですけども、1年目っていうのが9キロから 11.3 キロ増えるとされています。筋肉で体重が9キロ増えるんです。この時点でトレーニングをめちゃくちゃやってる人に関しては分かると思います。1年で9キロも10キロも増える、このペースで増えてったらそりゃ大きくなるような感覚になるわって思うじゃないですか。で実際に1年目でこれだけ増えない方は、食事が足りない、睡眠がしっかりと取れていない、疲労が抜けていない、トレーニングのやり方に問題がある、こういった問題が出てきたりもすると思うんですけども、1年目ですごい実感している方っていうのはおそらく9キロから11キロ、これはめちゃくちゃ大きくなった人に限ると思うんですけども、そういった体感をしてもらえるんじゃないかなっていうふうに思います。となってくると、じゃあ2年目は何キロ増えるのかっていうところなんですけど、 4.5 キロから 5.5 キロなんですよ。1年目に比べ比べると半分なんですよね。1年目の成長の感覚があるまま2年目を過ごすので、成長している感覚が全く感じれなくなるんですよ。だからあれ成長してへんのちゃうかなっていう錯覚に陥る可能性があるっていうのもあって、まあ、停滞してない人が多いんじゃないかなっていうふうに思うので、今回こういった内容にさせていただいております。ちなみにですけども、3年目が 2.3 キロから 2.7 キロ、4年目が 0.9 キロから 1.3 キロ、これがですね、もう5年目、6年目、7年目、これもまた1年で1キロ増えたら本当にいいぐらいっていうような感覚でいといてもらったらなっていうふうに思います。なので僕とかになってくると年に1キロも正直増えないこともあります。なので成長の体感って言ったら、トレーニングをして形を整えていって成長しているなって実感していくんですよね。筋肉ってそう簡単に増えるものではないので、ある一定までは増えたとしても2年目の壁が分厚いとも思うんですけど、4年目からの壁の方が分厚くなるんじゃないかなっていうふうには思います。ただ実際体重が増えないだけで体っていうのは変わっていくので、しっかりと食事、睡眠、トレーニング、ここを意識すれば体はしっかりと変えていけるので、自信持って継続してもらえたらなっていうふうに思います。トレーニングとか体を作っていく中で3という数字はかなり大きいイメージがあるんですけども、やっぱり柔軟性を上げるにしても3ヶ月継続してやっと柔軟性が上がる、トレーニングも3ヶ月継続してやっと成果が出る、3の節目っていうのはやっぱりかなりポイントになってくるのかなっていうふうに思っておりまして、まあ人によって3ヶ月じゃないかもしれないですけど、だいたい3ヶ月で体感してもらえるんじゃないかなっていうふうにも思うので、3の節目っていうのを3年目でも感じれるんじゃないかなと思います。私は3年目でめっちゃ急に成長した感覚がありました。それ以降成長している感覚はあるんですけど、体重自体はあんまり変わってない、数字としては全然成長してないんですよね正直。
1年目で出た大会の仕上がり体重で、2018年の大会ですね。2021年、同じ体重でした。いや、その時やっぱり絞り切れたっていうのもあるんですけど、形は大きく変わって同じ体重で仕上がったっていうのもあるので、筋肉の重量が重くなってなくても、厚みだったりとか、形っていうのはやっぱり整っていってるんですよね。年齢が上がるとともに水分量っていうのも変わってくるので、その時の調整の仕方でも仕上がり体重っていうのは変わってくるんですよ。まあ、そういったところでね、筋肉や脂肪だけじゃなく体重っていうのは水分っていうのも関わってくるので、体重をね指標にしてやっていくとメンタルが振り回されるような形になりますので、落ち込みやすいなっていう方はあんまり体重計乗らないのをおすすめします。まあ、停滞していると錯覚しているだけで、しっかりと継続すれば必ず結果がついてきますので、それでもなお体が変わってないのであれば、プロのトレーナーに見ていただいたりとかして、実際こんだけしか変わってないんです、見た目もこんぐらいです、停滞してますかって、もう直接聞いてあげるのが一番いいと思います。実際そこでストップしているのであれば、食事に問題がある、睡眠に問題がある、トレーニングに問題がある可能性があります。僕が今まで見させていただいたりとか、成長してる感じないなっていう人は、だいたい食事です。タンパク質をしっかりと摂って、炭水化物をしっかりと摂って、この生活が割と厳しいんで、あんまり継続してなかったりするんですね、トレーニングは続けてても。まあ、結果そういった食事面で成長をストップさせてしまってる人っていうのはやっぱ見ることもあるので、ああ食事足りてへんかなっていう自覚がある方は、食事を見直してもらうといいんじゃないかなっていうふうに思います。食事もしてて、トレーニングもちゃんとしてて、睡眠もちゃんとしてるのであれば、おそらく停滞してるのではなく、そういった感覚に陥ってるということになりますので、トレーニングもしっかりと扱う重量が増えていけば、それなりに筋肉もしっかりとついてくるので、自信持って毎日頑張ってください。2年目だけじゃなく、3年目、4年目、5年目、6年目の方々でも、やってんのに全然体変わらんなっていう方もいると思うんですけども、やめた時の方がひどいことになりますからね。僕は去年4ヶ月やめてガリガリに戻ったんで、継続は力なりっていうことはこういうことやと思いましたからね。進化した体をずっと頑張ってキープしてみてください。ということで本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またよかったらいいね、チャンネル登録、概要欄にもですね、新商品の情報など掲載しております。公式 LINE の情報なども掲載していますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。ではでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。